どうも、橋本でございます。前回に続きまして、モーツァルトピアノ協奏曲第22番、今日で最後の解説動画となりました。第3楽章4回目306小節目から残り全部を解説していきます。この先も再現部分がついて重複する部分が多いので、ポイントに絞って解説をしていきたいと思います。まず306小節目から5小節間のこのタイム伸ばしですが、ピアノクレッシェンドとなっていますので、アップ1音で弾いていただいても構いませんし、足りないのであれば1回返してダウンアップと弾いていただいても構いません。で、314小節目はソースタンドピアノとなっていますので、最初は当然ダウンであります。ここは6小節間にまたがってベイのタイになっていますので、ここは回復するのは難しいので、ダウンアップと1回返して317小節目あたりでアップで返して弾いていただきたいと思います。その後328小節目から4小節間はもうシンプルにダウンアップダウンと弓順で、332小節目からになるんですけれども、最初の S は5小節間の単位になっていますので、ダウン1人で弾くこともできますし、あるいは途中で返してダウンアップと弾いていただいても構いません。返さない場合はダウン1人で弾いた後、次の337小節目をアップで弾いて、その後はもうシンプルにダウンアップダウンと弓順で弾いていただきたいと思います。343小節目から3小節間はチェロのみの演奏になりますので、間違ってベースは弾かないように注意してください。でベースは346小節目から入りますが、このゲー、アスのスラーは低めによっては指定されたものもあるんですけれども、アップ一読みで弾いていただきたいと思います。あとはもうダウンからの弓順で弾くようにしてください。で357小節目からここのポジションなんですけれども、最初のアスは第1ポジションで4で取ります。次の C、B のスラーはハーフポジションで4、1と、ここはもう異変して取っていただいて構いません。あとは次は R になりますので、ここはもうハーフポジションでまとめて取るようにしてください。改めて357小節目から通します。このような形となります。ピアノソロのカデンツァが終わった後、362小節目からも多いんですが、始まって8小節間はもうダウンから入っての弓順で弾くようにしてください。で、371小節目なんですけれども、このベーはダウン、アップ、どちらで弾いていただいても構いません。その後少し長い休みがありまして、ベースは387小節目から入りますが、ここのボーイングもダウンから入っての弓順となります。で、395小節目からなんですけれども、このアス、ゲーの繰り返しは、ゲー線、デー線、どちらを使っていただいても構いません。ゲー線の場合はハーフポジション。デー線の場合は、第3ポジションで2、1と取っていただきたいと思います。で、こちらで取った場合、400小節目のベーまでデー線1本で取ります。このベーまでまとめて取った後、オクターブ下がったベーで、ハーフポジションに戻って取っていただいても構いませんし、あるいはポジションを変えないまま A 線と R 線で1、1と取っていただいても構いません。406小節目から2小節間の S の分差和音のポジションをおさらいしておきますと、最初の S、G は2、1と第3ポジションを使って、 B と S を第3、第4の中間ポジションで4、4と取っていただきたいと思います。408小節目からは B の分差和音になりますので、ここはハーフポジションに戻って取っていただきたいと思います。改めて406小節目から通します。2小節間はダウンダウンアップの繰り返しで弾いていただきたいと思います。418小節目から3小節間の S の分散和音は高い S の音はありませんので、このギアも開放を使っていただいて構いませんので、ハーフポジションでまとめて取るようにしてください。ここまでよろしいでしょうか。で、その後422小節目のボーイングはダウンアップダウンの繰り返しで弾いていただきたいと思います。それぞれ3つ目の音は四分音符の長さになりますので、短くなりすぎないように注意してください。ここまでよろしいでしょうか。で、その後のポジションも全てハーフポジションを使えばまとめて取ることができます。で、最後2小節間のボーイングは今ダウンアップダウンと弓順で弾いたんですけれども、思い切って全てダウンで弾いていただいても構いません。はい、第3楽章も最後まで解説をさせていただきました。モーツァルトのピアノ協奏曲の中では一番演奏時間が長く、一般的な交響曲の長さ並みにあり、調性も1、3楽章は S ドアで、2楽章は C モールと、弦楽器にとっては比較的苦手な調性で書かれています。
特にアスは音程だけでなく、ゲーセンを使うのか、デーセンを使うのかで、取り方も大きく変わってきますので、慣れない人はチューナーを使っていただいても構いませんので、アスの音が正しい音程で取れているかどうかを確認しながら練習していただきたいと思います。そしてこちらの曲も再生リストを作成しておきますので、まだ見ておられない方は、1楽章1回目から順次ご覧いただけたらと思います。モーツァルトピアノ協奏曲第22番の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問、リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。